名古屋トヨペット株式会社は、愛知県を主な販売エリアとする、トヨタ自動車トヨペット店チャンネルの販売会社である。NTP トヨタドバシ店自動車保険を含む、損害保険、生命保険、癌保険、医療保険代理店 NTP マリン船舶の販売、整備、ボート免許、NTP とは、ナイスツ p ピープル G に、素敵を、の略である。 NTP は1992年の経営理念制定と同時にコーポレートメッセージとして作成され、翌年にコーポレートマークとして発表された。N の緑は豊かな暮らしと文化、T の赤はは積極性、真心の創業精神、P の青は車社会の未来創造を象徴している。二0二0年五月よりトヨタ車全シトリ扱いを開始サウンドロゴとして、 使われる、言ってみようよ名古屋トヨペットという CM ソングは愛知県では有名である。現在は AM ラジオでの CM のみで使用され、FM ラジオテレビでは NTP 名古屋トヨペットが使われる。テレビ CM よりもラジオ CM の放送が多いが、テレビ CM ではオリジナルソングを NTP の各店長がひな壇に並び歌うバージョンが放送されていた。 サイマルラジオのサービス、ラジコでは、ラジオ CM は流されず、CM 途中であってもフィラー音楽に差し替えられていた。2012年からは、n t p グループの CM も放送されている。グループ会社のトヨタレンタリース名古屋もラジオ CM を中心に放送している。など、名古屋グランパス8ホームスタジアム名古屋ドーム、町市から CBC テレビで放送されている。 生活情報番組。名古屋トヨペットの一社提供。2012年4月以降は NTP グループ提供。2015年より名古屋の男性アイドルユニットボーイズメンをイメージキャラクターに起用。NTP グループでは車好きがモータースポーツ活動を楽しむことを目的とした会員組織ナベルを運営しており、走行会や ジャフライセンス講習などを開催している。ナベルとは、ムップグループアドバンス、アップツーリミットという意味と名古屋弁の、ナブルの意味を持っている。創立60周年を記念し2017年1月26日、名古屋トヨペット60周年セレモニーを開催し、同時にパーティークラッカーを鳴らした、最多人数、モーストピープルポッピングパーティーパバースに挑戦。 2517人というギネス記録を達成。NTP グループは名古屋とヨペットを含めて15の企業で構成されており、愛知県、静岡県、長野県を中心に事業活動を行っている。ありがとうございます。